食7チャンネルでございます。お久しぶりです。お久しぶりです。今日もね、あのレモンズガーデンの店内からお送りするということで、はい、今日ちょっとね、切り口の違うネタをね、用意していただいてると思うんですけど、はい、これがね、めちゃくちゃいいじゃないですか、これ。そうですか、そうですか。すごい。まあ、固形は使ってますけれど、でも、このね、アクアリウムとかね、テラリウムは、もう私からすると、40年、50年、今で言うクラフト。はいはい、うん。クラフト園芸みたいな感じで流行ったと思うんですよ。で、その時は、テラリウムって何ぞやっていうのを分からずにみんながやってた感じがありますし、で結局ね育たないんですよね。でテラリウムのテラって地球ってことですよ。そうですね。で一つの器の中で、まあ、水分がこう循環して、で、まあ、大気というか空気も循環して、それでその中で一つ完結してる地球みたいな植え込みだっていうようなことで流行ったんですけど、でね、やっぱりあれはね、育つのはヨーロッパです。はいはい、気候がやっぱり違う。で多分ヨーロッパでも今この地球温暖化のヨーロッパでは昔のテラリウムって育たないと思います。結構やっぱりもう厳しくなってきてますもんね。はい、もうね、いろいろ難しくなってきて、でそれがね、この間、まあ、あのお客さんというか、まあ、親しい人なんですけれど、うん、すっごいアクアリウムじゃなくって、アクアリウムなんちゃってアクアリウムみたいな、はいはいはい、なんちゃってだから、いや大したことないですよって、なんちゃってだからちっちゃいしとかって言って持ってきてくれたのこれなんです。あ、これね、これ、いやこれこってこれで、ちょっと貸してもらってるんですね。あ、これはじゃあそこの人が作ったのを借りて、ただ置いてただけなんですね、飾りで。そしたらね、育ってるんですよこれ。ちゃんとね、新芽が出てきてるんですこれ。あ、そうなんですね。うん、それでね、根っこ、これ着生みたいで、はいはいはい、根っこもね伸びてね、でこう、これ流木とかね、岩にねしがみついてってるんですよ。本当ですね。おお、これいいじゃん。現実に園芸、私たちの世界で扱ってる植物ではこのサイズない。難しいですよね、やっぱり。いや、もうないです。うん、でね、苔もこれね、いや苔なんか育たないでしょって、うんうんうん、光もいるしって言ってたら、ここでね、私の店で LED ライト当ててたら苔ね枯れないの。あ、そうなんですね。やっぱり役立つんや。うん、枯れないんだけど、ちょっと影に置き場所なくって影に置いてたら苔ね枯れてきた。あ、なるほど。こっちね、やっぱ全然違うんですね。こっち側はちょっと綺麗だからいいとこへ置いてたら、こっち側育ってて、へえー、すごい。うん、はい、なんか特別育成ランプみたいなじゃないですよ。なるほど。うん、なのに園芸とは違う、うんうん、まあ、基本的に枯れてったらどんどん変えていくっていう、うんうん、それはもうなんか私らとは相入れないというか、はいはいはい、なんですけれど、水辺で育つものをちゃんとこうやって栽培して売ってるんですよ。あ、これは実際に販売されてる商品ってことですか。うん、はい、でも私たちの世界では売ってないです、これは。あ、これはレモンズガーデンで販売してるもんではない。買ってきた。買ってなるほど。どっちかと、じゃあ、うん、これは熱帯魚屋さんとか。なるほどね。うん、いやね、で熱帯魚屋さんでもうね散々聞いてきたんです。いや、これ育つのこれ、うんうん、お日さんっていうか、こう LED ライト当ててないと無理でしょ。確かに。うちである LED ライト100均で買ったの。これ100均なんや。これ100均で買ったの、で、これ1個分しか照らせないから、はい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 、だからこの子には当てる場所がなくって、うん、まあ物もなくって、うん、でね、ちょっとこれ
この子当ててなかったんです、はいはい、でもねうっすらとこうちょっと速度は遅いけど、うん、新芽出てるんですよ。なるほど。で苔もかろうじて育ってるんですよ。弱光線で育つ種類っていうのがあって、うん、はあはあ、ね、水草の世界はものすごい厳密な規格によって規格通りに育てているんです。まあ今の傾向なんでしょうけれど、うんうんうん、でその熱帯魚屋さんで聞いてきた、はい、道具、あ、そうですね、まず何がいるのかっていうのは、ね、そうです、はい、説明したいと思います、はいはい、まずですね、器は、まあ、今回こういうのとか蓋はね売ってましたけれど、うん、これねついてました初めから、はい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 、でこれは蓋なかったです、うんうんうん、飾るという意味ではこれぐらいのサイズ感がすごくぴったりのような気しますし、はいはい、で私個人的にこれ管理してみましたけど、うん、はっきり言って蓋いらないです。あ、蓋なくてもいけます。蓋ねするとかえってダメです。なるほど、はい、中の空中湿度が高まりすぎてちょっと強すぎてダメになります、うん、なるほど、どうも溶けてしまう、うんうん、だからこれを取って育てたこの2つっていうのは、事実うちで育ててっていうことで、まあ、その辺はじゃあちょっとこの使う苔の種類とかね、うん、はい、その辺も含めて割と蓋がない方がもしかしたら育てやすい、はい、それからあと植物、あ、これがねいろいろ何種類か入ってます、はいはい、でね、ここで植わってるんでもうこれが一番だなと私思ったんで、はい、これを探してきました、はい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 、ここにも書いてありますけど、ちょっと調べると絶対出てくる植物です。はい、アヌビアス、アヌビアス、ス、ナナ、お、うん、という、まあ、水草の一種ですけれ ど、 でこっち側が濃い緑の原型ですねかなり濃いですね、はい、うん、でね、それからこれがライム系というか、あ、そうですね、はい、同じもんですけれど、はい、で今回は植える場所が小さいからできるだけ伸びてない小さなものを探してきたんです。なるほど、はい、でどんなネットで見ても絶対に出てくる、ね、超初心者向け、超初心者、はい、で形かわいいですよね。そうです ね、 ね、水草っぽくない、あ、確かに、うん、だからちょっとおしゃれ、そうそうそう、うん、もう一つの、それからね、これね、これはなんか長い葉っぱでちょっと綺麗だなと思ったから買ってきたんですけれど、はいはい、これね、なんだろう名前って思って調べたらミクロソリウム、うーち、置いてます、置いてます、ちゃんと観葉植物として、観葉植物でシダ科のシダの仲間で置いてます、置いてます。じゃあそれが結構この、はい、水草っぽい感じで言われてる、だから水草でもそのだから水辺に生えているミクロソリウムがこういう形で栽培されてるのじゃないかなと思いました。へー、面白い。で、きちんとこういう形で、はいはいはい、ロックールみたいなものに、そうですね、はいはい、こう植えて、それでね、こうもうこう大きく育ってるんですけれど、ちゃんと、はい、何株か、はい、だからまあこういう工場みたいなところで育ててるんですよね。確かに、はい、だから私たちがもしこれを扱ってもこの値段では売れないなって思うような、やっぱ高いなって思いましたけど、確かにそうですね、はい、結構な価格帯ですけど、うん、ね、だからこのやっぱりちょっとお高いですねってその熱帯魚屋さんで言いましたら、そしたら管理が非常に細かく管理してる、はいはいはい、で下手に扱うとカビが生えるそうです、うん、なるほど。でそれからね、一番広がって恐ろしいのが苔だそうです。苔っていうのはこの苔じゃなくて、はいはいはい、青みどろみたいな、はいはいはい、あの苔あれでしょ、あれが
広がるともう手がつけられないそうで全て廃棄するんですって、ものすごく厳密に、まあ、特に売る側の人っていうのはそのコケつきで売っちゃダメとか、はいはいはい、カビなんか生えたらもう在庫品全部捨てようとか、うん、なんか心構えが園芸店とは違うなと思いました、うん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 、でね、私は今回別にお魚は入れない、うん、お魚は入れないからって言ったら、そうしたらじゃあ流木これですよって言って、うん、今回流木買わなかったんですけれど、はいはいはい、流木っていうのは、うん、園芸店で売ってる流木だとダメですよって言われました、うん、そうなんですか、はい、なんでなんですか。アクが出るから、水の中に入れる。そういうことなんや。はい、まあ流木は今回じゃあやめますって言って、うん、で岩、これは石ですか、うん、石なんですけれど、な重いからこれだったらすぐに沈む。なるほど、うん、し、あ、じゃあこれにしますって言ったら、うん、生体入れますか入れないですよねって言って、そのお魚入れないですって、もう植物だけですって言ったら、はいはいはい、あ、じゃあこれでって言って出してくれたんですけど、石もそうなんですって。そこもあるんや。はい、アクが、アクがちゃんと出ないように抜いてあるんですって。しかも綺麗な、この石。これ綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですね。ね、いや他にもいろんな色がありました。そうなんや、はい、で今回はもうこの白い方がこの中で、うんうんうん、はい、目立つかなと思ったのと、はい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 、それからこういう根元を目立たないように埋めるためのもんが、これソイルなんです。あ、本当だ。まあ、砂というかね、はい、ちょっと粒状の黒い色してますけど、はいはい、でこれも、これはなんか生体を入れないパターンの時にはこれでいいですと。土ももちろんそういうのがあるんですね、はい、ただ植物用にはこっちの方がいいって。へえ、なるほど。で言われてみたらここに水草用って書いてあるんですよ。あ、確かに。しかも一歩先行く本当ですね。これ水草に使ってくださいと、はい、メダカのちっちゃいのと一緒にちょっと入れたいと言った場合には、この、石じゃない方がいいんですかって言ったら、はいはい、こっちじゃない方がいいって言われたんです。うん、お掃除用のエビを買うときにはこっちの方がいいですって出してくれました。面白し、うん、だからね、商品名にもシュリンプって書いてありました。そこまで細分化されてるんですね、うんうん、だからまあ厳密に言うとそういうことなのかなと。でもまあ素人でだったって、まあ、こうやって甘く考える人が失敗するんでしょうけれどでもまあ基本はこのセットがあればこれは十分できるんだなという認識で買ってきました。あと必要なものってありますか。あ、これね、忘れてた。これなんですか。これ、いやいや、これね、実は岩でもそれから水草でもこれでくっつけるんで、水草水草これでくっつけるって、ね、水に反応して水分と反応して硬化するゼリー状接着剤なんだそうです。こういう材料があって、これでとりあえず一式まあ最低限、はい、まあ、あとはだからピンセットだとか、うん、ちょっとこの、ね、作業しやすいようなものを揃えればいけるということです、はい、そういうことです。今回ね、いや、これには使わないですけれど、はいはいはい、メダカのね、ちっちゃいのを友達がいっぱい米だかを返して、うんうん、それでなんかいろんな品種のメダカ増やしてる人がいて、はいはいはい、でこのちっちゃいちっちゃい、もうね、ゴミみたいな、はい、あれをね、こういうところで入れて育ててるっていうんで、はい、うんうん、あ、メダカだったらこれでいいやんと思って。浮き草、本当や、
そうしたらそういう水深が、まあ、深い、アクアリウムを作ろうという時には水草でも浮き草の方が素人さんには楽だし、まずやっぱ掃除しやすい、うん、なんかこれ、うん、浮き草は私個人的にはおすすめだし、まああんまり枯れないんで楽ちん、はいはいはい、ということで、こんなんもありますよまあこの辺はお好みでね選んでいただいてもいいし、はい、ということで、はい、じゃあちょっと今回は導入編ということで、ちょっとこの園芸にはあまりないね情報をいろいろ話していただきましたけど、次回ちょっとじゃあ実際にね作ってみようじゃないか編をねお送りできればと、はい、思います。こんだけ揃えたんだから作んなきゃ。そうね、ここでやめますかね、はい、いや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 外で買ってきたやつなんですか、ね、はい、でももう、うん、ワク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 しますね、はい、ちょっとじゃあチャレンジという意味ではね、はい、一回やってみましょう。やってみます。じゃあまた次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。